人に一人が癌になると言われています。いろいろな人が癌になります。彩香もその一人でした。私さ、癌なんだって。おかえり、彩香。退院おめでとう。ありがとう、ゆうき。心配かけてごめんね。謝んないでよ。じゃあ、おやすみ。あれ？セックスって、どうなるの？二人は知り合いに相談してみることにしました。これ、需要競争にいいんだって。夜にも効くらしいよ。二人でどうぞ。今はセックスより命じゃない？退院したてなんだから。セックスより命ってのはその通りだよ。たとえ一生セックスできなくても俺は彩香のこと愛してる。だけどさ、愛し合う方法はいろいろあってもセックスだってしたくなるよね。ごめんね、気になっちゃって。この人もガンでさ。もともとセックスしたくなる人としたくならない人がいるし、ガンになってもそう。したくなる人もしたくても以前通りにはできなくなる人もいる。でもガンになったらセックスはどうでもいいってことはないはずだよ。彼女たちはガンとセックスについていろいろな話を聞かせてくれました。乳がんの女性が T シャツを着たままセックスすることにした話や、ローションで痛みを和らげたカップルの話、セックスではない触れ合いに気づいた夫婦の話も。すごい。ネットで調べたものばかりだけどね。きちんとした情報を載せてるお医者さんや支援団体のサイトがあるわけ。でも一番いいのは実際に専門家に聞いてみることかな。え、お医者さんに聞いていいんですか？もちろん。俺も一緒に聞くのはどう？いいかも。二人だと心強いよ。そして二人は、今日は一緒にいらっしゃったんですね。大丈夫ですか？ええ、もちろん。先生はこれからの治療や定期的な検査のことなど丁寧に話していきました。では他に相談したいことなどありますか？あの、僕たちセックスがどうなるか何ができるか知りたいです。大切なことですからいつでも聞いてください。専門の先生にも伺ってみましょう。彩香さんですね。はじめまして、よろしくお願いします。術後のセックスの話始めましょう。いろいろ心配はあると思いますが。誰もが癌になるかもしれません。そして人それぞれに癌とのセックスとの付き合い方があります。したい、する、しない、できる、